どちらですということで、えー、この音声のみのコンテンツの形式にちょっと私は、あの、今、気に入っておりまして、この形式、ええー、なというふうに思っておりまして、ちょっと今回もそういう感じでやろうかなというふうに思ってます。なんかね、顔が出てない分、なんかね、いろいろ好き勝手言いやすいなという、<laughs> なんかそういう,こう心理的なハードルが下がりましてね、うん、あ、これはええわと。 ネット上で匿名で、ね、人のことをごちゃごちゃ言ったり、えー、叩いたりしてるあの暇人の気持ちがちょっと分かりましたねあ。確かに顔が見えてないと確かに言いやすいのかもしれないと、まあ、僕は顔,顔割れてるわけなんですけども。<laughs> はい、えー、まあそういうことで今日もやっていこうと思うんですけども今日はどんなについてかっていうとえっとなんでねなんでそのファッション好きとかファッションオタクとかって言われる人たちってすぐこうマウントを取りがちになってしまうのかっていうことについてねなんかお話ししてみたいなと思ってますとでねこれ結構皆さんも身に覚えがある方多いんじゃないかなというふうに思うんですよねうん。 まあ例えば身近な例で言えば、えー、この僕の動画のコメント欄においてもたまにそういうような、えー、地獄が見受けられることがありますとね、えー、あるじゃないですか。とかまあそういうのを目にするした方あるいはも,もっとこう何ていうんですかね自分の自身ご自身に、ね、の身に起こったこととして、まあ、あのコメンそのネット上リアルかかわらずなんかこうマウントを取られてしまったファッションのことに関して。 っていう方結構多いんじゃないかなとかいうふうに思っててでなんかことをファッションにおけるとそういうのが多い気がしませんかと多い気がするんですよねということで何でなんだろうなんでファッションオタクみたいな人たちってすぐマウントを取ってマウント合戦みたいなことを始めて,てしまうのだろうかというところをちょっと考えたんですけど、えー、結論結論ですよ、えー、僕は僕が思うのは そもそもまず人間ね人間っていう生き物はもうマウント対決が大好きだと大好きというか好き嫌いとかじゃなくてもうしてしまうっていうそういうなんか生き物であるでファッションにおいてはそれがですね、まあ、何を着てるかとかっていうことによってなんかこう視覚的に分かるというその人の趣味思考とか、えー、持ってた何だろうなセンスあるなしみたいな話にもつながるかもしれないですけど そうういのがビジュアルとして出て出るわけですよねだからなんかねそのマウントの合戦が始まりやすいというか特っかかりになりやすいような気がするんですよね。うん、つまりね例えば音楽だったら音楽に関して言えば例えばその人がね、まあ、街中でいいですよイヤホンしてる人がその絵を見ただけでその人がね何を聞いてるかどんな音楽を聴いてるのかわかんないじゃないですかその人の趣味思考みたいなもの。ね ロックがが好好ききななののかかかアイドルが好きなのか分かりませんとところが、えー、ファッションにおいて言うとそれがパッと街を歩いてる何の知らない人でも着てる服を見れば分かってしまうとその人の趣味思考が。ねこういう雰囲気なんだこう,いうのこういうのが好きなのだこういう系なのかとか。ってなるとねやっぱりんかねそこにおいてねなんかマウントの合戦がね発生しやすい。 ような気がするんですよねでも本当ファッションってすごい言ったらまあすごい趣味の世界じゃないですかね正解はないしその人が好きで着てればいいっていうもう本当にその人によって好みが変わることですからっていうそのなんか違いみたいなものをやっぱあのなんか認めるというか多様性を認めるというよりもいやその自分をが優位に立ちたいみたいな。 多分ななんんかか発展しやすいのかなといのとうふうに僕は思うんですよでねそれって人間だけかと思ったら結構動物ってそうなんじゃねえかと思い始めて僕動物自体がやっぱそのマウントの取り合いというかやっぱねその自然界がそうなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね例えばですけどそのなんだろう分かりやすい例で言えばそのクジャクとかねね皆さんクジャク まあ、メスに対してオスがね、こう、バーッと羽を広げて。で、まあ、わかんないですけど、そのメスがこう、綺麗な、その羽の模様だって、羽の、なんだろうな、広がり方とか、なんかそういうのが綺麗なオス、だ羽が綺麗なオスが、なんかこう、モテるというか、まあ、子孫を残しやすいという、競争力、優位性が高くなるっていう、ようなことってあったりするじゃないですか。まあ、結局そういうことなんじゃねえかな。 そういういことでやってねっ、ね、こうバーッとクジャクが羽を広げるのと同じでまあ自分が着てるものでバーッやって「いやいやいや」と「お前のそれはな」とかね「いや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 」まあ、その着てるものうんぬんの先にさらにこう「お前はなんかそのカルチャーが」とか「知識が」とかなんかまあ多分あのー、な話になってくると思うんですけどそういう。 でもね、そういうことだと思うんですよね。うん。なのではないか。それが僕はそのメカニズムというか、まあ、根底にある、やっぱり動物ですからね、人間もね。動物なんで、やっぱそこがあるのではないかなというふうに思いました。で、その上でなんですけどね、やっぱね、不毛ですね。ぶっちゃけ。僕もコメント欄で、そういうあの争いみたいなのが起きてたりすると、 非常にになんんかこうううう苦ししいなといとと思思ってしまうとうん思うんですよねだから何かねそんなところで争わなくていいのにというか何を着てるかとか何が好きかだってところで争ってどうすんねんっていうふうに僕は思うんで、うん、なんかねこれ、まあ、日本っていう日本人っていうねそう国民性も影響してるのかわかんないですけどやっぱね MYOB っていうのが苦手ですよね日本人っていうのはね。 myob っていうのは、mind your own business っていうのはやっぱ苦手なーなーっていうふうに思ってまして、あ、それもあるな、ちょっとそれもある気がしますね。なんかこう、他人のことが放っておけないっていう。あのー、他人に迷惑かければ、かけなければ何したっていいじゃんっていうのが、 多分あんまり日本人の中にはないですよね。だから、それはファッションも全く同じで、別にお前に何の迷惑をかけてんのこれ着てることによって、みたいな。え、なんか悪いことしましたっていう。うん。なんかそんなこといろいろ言われる筋合いは本来はないはずなんですけど、<laughs> なんかやっぱね、日本人ってのはそういうのはあるらしいですね。僕もうね、なんか、うろ覚えで申し訳ないんですけど、なんか調査でね、そういう日本人はね、そういう、なんかアンケートだったか忘れたんですけど、そういうのは出てるらしいですよ。 あっえっ、ー、とあれかなんだっけなアンケートの内容は他人に迷惑をかけなければ何をしてもいいと思うっていうことに賛同するかどうかっていうのが日本っていうのはさそうはそれは違うだろうっていうあの意見がすごい多いらしいです他の国に比べてだから国民性もあるのかもしれないですねえー、まあだから不倫のね、えー、連日ワイドショーでなんだ今度やってね、えー、話題にしたりとかまあなんか 勝手にに他人人ののことなな発狂ししたりしてるるもいいわけじゃないですか、ね、多分そういうの見るとすごいあの分かりやすいんですけどまあなんか日本人っていうのはファッションが好きな一方でねすごいファッションの,あの偏差値というかそういうの高いとは思うんですけどあの一方でやっぱそうなんかね他人が隣の芝がすごい気になるという性質があるのではないかなというふうに思ってまして。うん ななんかそういういのもあるな国民性もある気がし,ましてました今話してる途中で。っていうような感じでございまして僕は先ほど申し上げたとおりもう MYOB っていうのをもう常に提唱していきたいですね MYOB いいじゃんといいやんとそて心の中で思うのは自由ですよ心の中で思うのは自由でもあえて言う必要ないよねっていうか、うん、お前ダサいなとかえ言わんでええやんってそのお前ダサいっていうのが僕もうマウントじゃないですか じゃなそうじゃないですか「お前ダサい」っていうことで、えー、相手をこう相手の評価を下げるというかで相対的に自分の評価を上げ,上げて、まあ、優位性を持とうということでこれダサいお前ダサいこれがもうね僕はもう,うマウントだなと思うんでいやそういうのは、うん、僕はあのー。 ナンセンセスだなといいう,うに思いますそれをいいと思う人もいるし、その人はいいと思ってるわけなんで。はい、そんな感じでございますから、えー、皆さんのその見,見苦しい争いというものをやめてですね、えーまあ、顔が隠れて名前が出てなくてもあの、責任ある、責任ある発言をするということは、僕は大事かなと思いますね。まあ、ことネット上においてですけど はいあのー、直接それ言えんのかっていう顔出して名前出して、えー、それ言えますかっていうだからねそこそのファッション云々の前ですけどもやっぱそういうところはねやっぱなんか大事やなと思いますし、うんうん、なんかね残念だなと思うのはそういうコメント欄の意見に流される人が出てくるということですよね、うん、例えば何か僕の僕が何か紹介したとしましょうね コメント欄でダサいっていう人が全体、えー、のコメントのあのなんだろうな30%とか40%とかいたら多分それにね印象操作されちゃう人いるんですよそういうのがね僕はあの微妙だなと思うんで別にダサいと思ってたら黙ってたらいいと思うんで言論の自由じゃないかとか言われちゃったら、まあ、それはそうなんだけどだからって別に言う必要なくねという言ったところでという、まあ、そういう話ですよ、うん、そうそうそう だからねやっぱこう自分の頭で考えてですね自分の中に基準を持つとで自分の中に基準がちゃんとある人は別にその他人のことなんか別に気にならないと思うんでね他人が何着てようか別にどうでもいいと思うんですよ自分の中に基準がある人は多分ない人がねやりたがるんだろうなというふうに思いますので他人のところをこうそんなあの 安全地帯から石投げてるくらいでしたら、あー自らの何かを磨くと、自分磨きに使った方がいいのではないかなというお話でした。はい。その自分磨きに話が着地するとは僕はあんま思ってなかったですけども。<laughs> はい、そんな感じです。ではまた。